会合は今日から3日間、高松市三ートの香川国際会議場を中心に開かれます。テーマは持続可能な都市の発展に向けた共同で、都市における気候変動の対応や多様性への配慮、デジタル化などが議論されます。都市政策を担う G7 各国の閣僚など数百人が一同に会するほか、 ロシアの侵攻を受けるウクライナの復興担当閣僚がオンラインで参加します今日午後、二国間会談や歓迎レセプションが行われ明日からは本格的な議論、立林公園の見学会などが予定されていますあさっては世界に対しメッセージを発信します一方、警備の関係から高松市中心部では マイカーの利用自粛を呼びかけているほか駐停車禁止の措置や検問などが強化されます高松市で G7 の閣僚会合が開かれるのは2016年以来2回目です